俳優の高畑充希と岡田将生が19日にそれぞれのインスタグラムでファンや関係者に向けて結婚を報告した。高畑と岡田といえば、今年6月からプライムビデオにて世界独占配信中のドラマ、1122位夫婦にて夫婦役でダブル主演を務めたばかりだ。今回はそんな岡田×高畑のようにドラマや映画などで共演した後に結婚した芸能人夫婦を紹介したい。 星野源×新垣結衣2021年5月に日本中が祝福の声に包まれたのが俳優・ミュージシャンの星野源と女優・新垣結衣の結婚だ2人が夫婦役で共演した2016年放送のドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」TBSK は記録的な大ヒット2021年には新春スペシャル版も放送された そんな2人が実際に夫婦となったことは、逃げ恥婚として、当時コロナ禍だった日本に明るいムードをもたらした。星野が自身のラジオ番組で、一緒におうちカラオケを楽しんだことを明かすなど、ガッキーとの微笑ましい夫婦生活はたびたび話題になっている。菅田将暉×小松菜奈若手人気俳優、女優同士の結婚といえば、菅田将暉と小松菜菜だ。 映画ディストラクション・ベイビーズ、溺れるナイフ、糸でたびたび共演し、また2018年からはファッションブランドニコのファッションアンバサダーを共に務めるなど仕事での共演は何度もあった2人は、2021年11月に結婚を発表し、世間に祝福された。今年3月には、第1子が誕生したことを双方の所属事務所の公式サイトにて発表している。 堺雅人×菅野美穂ドラマ、リーガル杯、フジテレビ系、シリーズ、半沢直樹、シリーズ、v i v ともに TBS 系、大河ドラマ、真田丸、NHK 総合ほかなどで今や日本を代表する俳優になった堺雅人と、90年代から活躍を続ける妻で女優の菅野美穂。2人は2012年に公開された映画、大奥永遠上衛門佐綱吉編。 で共演し、その後、2013年4月に結婚を発表。2015年8月に第一子男児、2018年12月に第二子女児が誕生している。反町隆ける松島奈々子現在、主演ドラマ、オクラー迷宮入り事件捜査、フジテレビ系、が放送中の反町隆史。 同作で昔片木の刑事を演じる反町だが彼が20代の若手大スターだった時に主演した学園ドラマ「GTO ・同系で共演したのが後に結婚することになる松島奈々子だった作中でも恋仲になる二人の結婚には日本中が祝福に沸いた二人の間には虹児が誕生今年4月には「GTO ・26年ぶりの続編」が放送され 窪塚洋介らビッグになった元生徒役の出演の他に反町と松島の久々の夫婦共演も話題にドラマ「花より団子、TBSK での花沢るい役でブレイクし20代から人気俳優だった小栗旬とモデル女優の山田優2人は2007年公開のアニメ「サーフズアップ」で共に声優を務めたほか、翌年2008年放送の小栗の主演ドラマ 貧乏男子ボンビーメン日本テレビ系で共演2012年3月に結婚を発表している2人の間にはこれまでに4人の子供が誕生小栗はその後も活躍を続け2022年に主演した三谷幸喜脚本の大河ドラマ「鎌倉殿の13人 NHK 総合」は高い評価を得た エグザイル高・タカヒロ h i r o ×武井恵美2017年9月に結婚を発表したエグザイル・タカヒロと武井恵美。遡ること3年前、2人は2014年放送のドラマ「戦力外捜査官日本テレビ系」で共演し、武井が新人刑事、タカヒロが期待のエースとしてコンビを組む役どころを演じた。結婚発表時には妊娠も合わせて発表し、 2018年3月に第1子女児が誕生。2022年3月には第2子女児が誕生している。武井がトーク番組に出演した際には、作った料理を高弘が、嘘なんじゃないかって言うくらい褒めてくれると、おのろけエピソードが飛び出したこともある。三浦翔平×桐谷美玲2018年7月に結婚を発表したモデル出身同士の俳優。 三浦翔平と女優桐谷美玲二人は2016年放送のドラマ「好きな人がいること」「フジテレビ系」で共演していた桐谷は夫との慣れ初めについて昨年放送の「デーデー日本テレビ系毎週月から金曜前9時」で語っているドラマ共演前から三浦の存在は知っていたというが第一印象は「 10代の頃はすごく苦手なタイプ、父も若かったので、にらついていて、なんかトゲが出まくってるぞ。ってタイプだったので、私とは違う。って思っていたと告白。しかし数年後に再会した際にはお互い大人になったためか、印象が変わったと明かしている。二人には2020年7月、第一子男児が誕生している。